浦安三社祭り浦安三社祭りとは、オリンピックと同じ年の6月中旬に、千葉県浦安市で行われる夏祭り。同市の母体となった三集落それぞれの鎮守である、猫座の豊池神社、堀江の清滝神社、東大島の稲荷神社から5期の御輿が出る。このほか大小100期の御輿が出る。元は、臨時の大祭として行われていたものが、 大正時代以降、6月に行われるようになった祭りである。み輿しも大正時代以降に使われるようになった。かつては民家に突入するほどの激しさで、暴れみ輿しと言われるほどであった。昭和30年代、不況や警備体制の関係から一時中断されたが、昭和49年6月に復活した。この祭りでは、前田、前田という掛け声が、 特徴的である。これは、暴れみこしをまっすぐ進ませるために、前だ、前だと掛けられた掛け声に由来すると言われる。みこしの担ぎ方は、市川市行徳地区と共通の行徳かぎであり、つつり、放り受けと呼ばれる動作を、交差点などをみこしと魚ルートの主要な地点で行う。市が、交通規制や、 資金などを援助しているので、町内会のみで運営されているものよりも規模が大きい。ありがとうございます。